塩崎城は、長野県長野市篠野石尾崎にあった、日本の城。前後寺平の最南端に位置する。千曲川西岸にあり、対岸の八代城と共に境外部を抑える、軍事城の重要拠点となった。追記年代は不明。小笠原市の一族赤沢市の居城で、欧永7年の大東合戦時に、品主五色、小笠原長秀が逃げ込んだ城として登場する。 しかし、ふもとの長谷寺には、横田河原の戦いの頃に、源義中勢によって焼かれたと伝えられている。大東合戦に敗れた、小笠原長秀が京都に逃げ帰った後も、赤沢氏はこの地に残った。その後の小笠原宗家の内紛に巻き込まれ、勢力を衰退させつつ、戦国初期までこの地を拠点とする。かい、武田氏の品の信仰に際して、 小笠原長時に従って抵抗するも敗れ、配下であった桑原氏にこの地を奪われた。桑原氏は天文22年に武田氏に侵入する。川中島の戦いでは重要な拠点として使われた。最大の激戦として知られる A64 年の第四次川中島の戦いでは、はじめに武田信玄の本陣が置かれたのは茶臼山ではなく塩崎城だったとする説もある。 英六七年の第五次川中島の戦いでも、武田軍は塩崎城に布陣して、上杉軍と対峙した。川中島の戦い以後の記録は不明で、全港寺平南部における政治、軍事上の拠点は海津城に置かれた。武田氏滅亡後は、越後上杉氏の支配下に置かれたと思われ、この城跡には、 公衆流追記術の特徴と上杉系の追記痕跡の混在が認められると言われる。南の平野部に東海山町が築城された天正10年前後、遅くとも、慶長3年上杉家が合図への国替えになった頃には廃城に至ったと思われる。ありがとうございます。